大見一家は、滋賀県大津市に本部を置く暴力団で、指定暴力団山口組の二次団体。初代総長の高山義行は、会津小鉄会の会長であった高山徳太郎の実施で、山口組系、行動会に加入した2003年に、この大見一家を設立。2009年の2月に山口組の直系組織となった。本部の所在地は、滋賀県大津市長等一丁目。 高山義幸を総長とし、巡行声員を含めた人員総数は50から60。名古屋の行動会との強い結びつきを有すると見られている。総長の鉱山は2010年の暮れ頃に、その行動会の会長たる高山誠二と共に強括容疑で逮捕されている。捜査関係者によれば、行動会は大見一家を通じて京都への進出を図っていた。 これらの京都市の土木建築業者への強括事件などで2013年1月、総長の高山義行は、懲役10年の休憩を受けるに至っている。高山義行は、この間に腎臓病が悪化し、京都府立医科大学病院で生体人移植を受けた。2015年6月に最高裁で上告が棄却されて、懲役8年の実刑が確定したが、 京都府立医科大学病院から健康状態に懸念があるとする診断書が出され、大阪公検は刑事訴訟法などの規定に基づき、刑の執行停止を決めて刑務所への収容を見送っていた。しかし、京都府警が高山元被告の身辺を改めて調べたところ、実際には服役が可能なほどの健康状態だったとの疑いが強まり、京都府警は、 実際の容態とは異なる診断書が作成された疑いもあるとみて、京都府立以下大学附属病院などの家宅を強制捜査する一方、2017年2月14日には、高山義智基礎長自身が京都地方検察庁に出頭し収監された。ありがとうございます。